仁淀川橋まで歩いてきました。これを渡らずにこちらの道を行きます。途中には神社が何か所かあります。今日はこの神の里公園、七色の里の方を通って歩いていきます。車道をずっと歩いてきましたが、ここから仏ヶ峠に向かって山道になります。結構厳しいんですよね、この車道が急なんですよね。なかなか大変。120メートル登ってきましたね。あそこに亀の湯ホテルが見えてますね。はい、登りを終えたようです。あ、疲れた。看板が分からなかったじゃない。前あ、そうね。向こうに進んだから、これだとほら分かりやすい、ね。はい、分かりやすい看板ができてました。前これしかなかったんですよね。はい、これ登ったところが乳母ヶ森で、前こっちに進む。そうそう、前はこっち。そうですね、これは分かりやすいね。ありがたいわ。分かれ道にはこうやって新しく看板立てられてました。どうやらここが最高地点ですね。仏ヶ峠向こうになってます。ここで標高464メートルです。坂道を下ってきて仏ヶ峠までやってきました。ここは綺麗に整地して公園になってます。あ、咲いてるね。はい、向こう綺麗に見えてますよ。あれは高知市ですね。で、その向こうに太平洋、これは桜です。桜ですね。はい、桜咲いてました。ここは実は車道がついてまして、広い駐車場があります。ここに山の説明がありますが、だいぶくたびれちゃってて見えないですね。ここに土佐七色神ゆかりの地案内があります。はい、土佐藩主山内和豊に称賛された。はい、この新之丞という人がですね、神の製法を高知に伝えたんですが、それが、愛媛に伝わるのを恐れて殺されちゃったんですよね。はい、でその神の伝法は長宗我部の妹が受け継いだと。これですね、養母長宗我部元親の妹、羽川伝馬の妻であった。はい、これを降りたところ、あの建物が綺麗な砦があります。はい、男子便所。はいはい、和式ですが水洗です。七色橋を渡ります。この下は車道ですね。そこに新之丞の碑が
あります。ここにも桜咲いてるわ、これですね、始業会恩人新之丞君の碑、ここに説明があります。慶長初年1596年、鳴山村の小道で突然の病に苦しむ与の国日向谷の新之丞という旅人がいたと。で、養蜂人が解放し、そして和紙の製法を学んだと。で、帰国することになった新之丞だったが、この峠に来た時に秋三郎左衛門家友が背後から惨殺した。紙すきの技術が世に伝わるのを防ぐためだったという悲劇ですね。で、この時の紙が土佐七色紙の起源と言われている。はい、悲劇でした。そしてここに祠がありまして、はい、モテモテのおじいのような男のお話ですね。天保12年7月7日、はい、村治という若者が、姉妹に恋されて、で選ぶことができないため、心中してしまったということですね。3人ですよ。はい、そしてこのお供えが何ですね。はい、何お供えは何。このモテオ君は未だにモテてるようで、ちゃんとお花が供えられていました。ではそこのベンチで休憩したいと思います。あそこをずっと流れているのが仁淀川ですね。で、太平洋に注いでいます。はい、みかんタイポンカンです。ポンカンです。この新之丞の碑から上がったところが八坂神社です。では参拝します。下りはこの道は行かずに、車道をポチポチとゆっくり歩いていこうと思います。乳母屋敷跡、ここより約70メートル、こういったところですね。これをずっと上がっていったところです。では先へ進みます。分岐点まで歩いてきました。ここにも看板がありますね。はい、さっきの乳母屋敷跡、これですね、養蜂が全てを家友に譲り、ここに住み供養に専念したところ。すでに渓谷です。登山口まで戻ってきました。あの斜面を上がっていったんですよね。厳しかった。下りは斜道なんで楽々でしたね。仁淀川まで歩いてきました。あれが仁淀川橋ですね。はい、これが国道194号線です。杉本神社まで戻ってきました。ここまでで2時間39分、 9.47 キロ、累積標高差448メートルでした。食後の散歩としてはちょっとハードすぎましたね。疲れました。まあでもなかなか綺麗な景色も見られてよかった。ギャラリーコパ。